コメント返しです。毎度アウトサイドモビリティさんです。いつもありがとうございます。ビーング系ですと、ウトク・クレゴさんが1999年当時アンビエントテクノの止め打てという曲を出してましたと、編曲が特ちゃんでしたと。はい。ね、これはおそらく、アンビエント系の音楽になんか年取ったら興味ありますかみたいな時のなんかコメント返しに対するお話ですよね。当時坂本龍一さんのエナジーフロー癒し系が流行っていましたので、ああ、そうなんだ。ビングとして試験的なリリースだったんでしょうか。1999年ね。割とね、なんかこの辺いろいろ微妙なんですけどね。とは個人的な好みで CD 買って、ああ、いいんですね。なんか、はいはい。この曲を確認やったり、リアライズは改めて聞きますが、25年前っぽくない面白い曲だと思う。はいはい。なんかね、僕なんかこの、コメントをいただいた時にね、ふと思ったのがあってね、このふと思ったっていうのは割とハイヤーセルフの声だったりするんで、そうすると割と真実に近いかなとは思うんですけどね、当たってるのかもしれないんですけども、ふとくさんってね、こういう人なんですよ。なんかね、ものすごいね、僕が言うのもなんだけども、不思議ちゃんの人で、間違いなくスターシードではあります、あの人は。割とそういうふうなことができる人です。はい。普通、常識的にはそんなことしないだろうみたいなことがなんかね、できちゃう人なんですよね。なんか、そういう感じなんで。だから、おそらく本人がこんなことを、こんな感じのアンビエントテクノみたいなのをやりたいって言ったのと思いますよ。なんか、この話を聞いてね、なんか、あ、またお徳さんとなんか話したいなとかとは思いますけどね。きっとなんかいろいろ、あの不思議ちゃんの雰囲気ではなんか、ほとんど、話したこともないんですけどもね。ちゃんと話したことは全然ないですし、会って挨拶するぐらいなんですけども、その時の挨拶の感じのね、波動が、とても不思議ちゃんな感じで、その後ビング辞めてからもなんかたまたまどっかで会ったりしたのかな、なんか。それとかね、なんか若干、縁を感じますね。あ、もしか、わかった。オリオン星だ、あの人。完全にオリオン星人だ。そっかそっか。ああ、なんか、そうか、オリオン星で一緒だったんだね。ああ、なるほどね。ああ、なんかね、突然親近感が湧いてきた。なんかね、そんな感じです。このコメントのおかげで全部なんか気がつきました。はい。なんで、そうですね。なかなか面白いですね。なんかいろいろ面白いことができたら面白いなと思うんで。もしなんか連絡が取れる方がいたら、なんか連絡してくれって言っといてください。いないか。はい。そんな感じです。なんで、徳さんはね、そんな感じの人でした。はい。それだけです。ありがとうございます。